はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。久しぶりにね、このお能とオペラ対談を撮影させていただいております。京都にお住まいの能楽師松野さんと、私、ドイツに住んでおりますツリーがお送りする能とオペラ対談です。本当に長らく1年半年ぐらいおいたしました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、その前の動画で、松野さんの方から出てる動画で、松野さんの近況報告を聞かせていただいたんですけど、なんかね、指定をね、今度4月に回れるということで。はい。すごいお忙しくしてらっしゃって、ね、でもすごいですよね。ね、コロナ中は毎日1日1本出してた松野さん YouTube チャンネルが最近静かですなと思ってましたが。そうなんです。そうなんですよね。ただでもね、今回というか今年になって、一回全部やってみようと思って全部やってるんですよ、今。全部というのはYouTube でしょ、で TikTok でしょ、インスタでしょ、Facebook でしょ、Twitter っていう。あ、TikTok もやってるんですか？そうなんです。とりあえず SNS というやつを全部やってみようと思って、ひとまずやってみてます。TikTok も動画出してるんですか？出してます、出してます。どうですか？またよかったら見てください。はい。どうですかって言われてもね、まだ何を撮っていいのか、よく分かってないんで、とりあえず、この本をね、ペラペラっとめくって、出てきたページを歌うっていうのをやったりとかね。そんなことをしてますけれども。すごい。そうなんですね。すごい。そっかそっか。じゃあ、一つに時間がかかってないから、YouTube も静かな感じだけど、他のをいっぱいやってるっておっしゃるっていうことだね。そうですね。なんかいろいろやってみようかなと思って。なるほど、なるほど。そう。私の方はですね、去年ぐらいからね、あちこちいろいろ移動もしたりして動いているんですけど、実は来週からオペラのね、お稽古をね、させていただくことになっているんですよ。はい。で、ドイツで、上演はね、5月なんですけど、初演がね、5月なんですけども、はい、ようやくドイツの国公立の歌劇場でオペラをね、一本演出を任せていただくことになりまして、今ね、その準備をもう半年ぐらいかけてずっと、しているところです。で、それはミュンヘンの？いや、ミュンヘンじゃなくて、ミュンヘンって、ドイツがこうある西というか南の一番下の方なんですよ。で、私が今度演出するのは、一番東の端みたいな。で、ドイツってこうなっててちょっとへこんでるんですけど、そこがチェコとか、ポーランドがあって、チェコがあって、ドイツがあるんですけど、もうぐっと、沿って先の、もう本当にポーランドとの国境のそばにある小さな町で、オペラを演出させてもらうんですよ。で、そこがね、すごい綺麗な町で、ギューリッツっていうんですけど、もうポーランドに橋一本歩いて、本当にポーランドまで国境を越えられるような、そんな街なんですけど、で、国境だったもんだから、ほとんど爆撃を戦争中に受けてなくて、昔の街並みが本当に残ってる。なんかもうね、結構本当に古い街なんですよね。そう。それで、そこがすごく素敵な街で、面白いんですけど、そこの町って、毎年名前を出さない寄付者がその町にお金を毎年ね送るその人がいるんですって、100万円ぐらいかな、もっとかな、なんかね、ポンって毎年お金をくださるその寄付者がいるんですって。で、そういう人もいるから、その街がいつもちゃんと整備されてきれいに整えてっていうことをすごく整備されてる街で、映画を撮るとか、特にアメリカの映画なんかでそういう古い街並みなんかを撮るのにすごい使われたりとかなんかしてる街だそうで、すごいなんですけど、そこでね、オペラをね、一本演出させてもらうんですけど、考えてみたら、アジア人でまだ女性の演出家って本当に少ないんですよ。日本人でもそうだし、アジア人全体って意味でも非常に少なくて、まだね、演出家って外人というかな、その白人社会、まあ、オペラって大体も白人社会で、その中で、男性がやっぱり占める割合が非常に強いというか、例えばウィーン国立歌劇場で、まあ、20年ずっと見てますけど、女性の演出家が来たのはたった2人、10年で、あとはずっと男性の演出家で、ミュンヘンも私今4年目ですけど、女性の演出家を見たのは一度も今までなくて、というふうにこう男性社会なんですよね、やっぱり演出家って。で、ただ今だんだんそれが変わってきていて、小さい劇場なんかだと白人の女性が今少しずつやるようになってきてはいるんですよね。まあ、そういう流れで、まあ、私に任せていただいたのは本当にありがたいなと思ってやらせていただくんですけど、もう私はあれですか、その向こうにもう行ったきりみたいになるんですか？そうですね、しばらくお稽古中は、はい、数週間向こうに行って住み込んで、ずっとこうなんかあれですよね、僕らはそんなにリハーサルも1回とかでパーンと集まってパーンと帰っていくっていう感じですけど、そうね、お稽古とかをこう長い時間一緒に共有していくと、そんなに一つの作品を作っていくっていう感じになるんでしょうね。そうですね、そうですね、本当に、もうその前から、半年ぐらい前から、もうずっとこう準備を着々と台本作ったりとか、照明のプラン作ったりとか、こうね、でずっとして、で実際にまあそうみんなで現場で集まってお稽古をするのが、大体本当はドイツだとオペラの稽古って5週間で、前からねお話ししてますけど、5週間で、この作品はちょっと短いんですけど、出演者が少ないので、ただでも一月弱とかですね、ね、なんていうか、その終わった時というか、初日を迎えた時で何時間か公演者あるんですよね。いや、一応ね、仕事は最終リハーサルまでで、まあ、プレミエっていうその初演の日は、まあ、見るけど、ここはもう仕事には入ってなくて、あとはもう演出家はいないというか、直すこともできないし、私がそのお稽古で最後の最終調整をしてもいいのは最終リハーサルまでっていうことに。あ、そうなの本番の最中っていうか、やってるときはしないんだ。しない。本当は。まあ、なんかどうしてもここどうしても変えてほしいみたいな時に、まあしょうがないなって言って直してくれることもまあまああると思います。それでもギリでっていう感じで、一応契約書としては最終リハーサルまで。私本番からはもう私の仕事じゃないっていうことに一応なってます。なるほどね。そうしたらまだちょっとその役者さんやらとはそのテンションが違うというか。そうですね。だから、その松野さんたちみたいに、こう、出演者がいつも同じでっていう感じでは絶対、そういうのではないですよね。そういうのではないですよね。私の仕事は、だから、その、プレミエが終わってから、その作品が何回上演されるのかっていうのは分かんない。誰にも分かんないわけですよ。例えばヒットして、じゃあ、まだ来年も再来年もって言って、10年、20年続くのか、それとももう今年で終わりで、もう今年いっぱいっていうふうになるのか、その辺は全然わからない、誰にもわからないので、まあその私の作業としては、その後、私がいなくなった後、崩れないでその作品がずっとできるように、その書類とか残しておいてあげようとか、その演出助手にちゃんと伝えておいてあげようとか、そういうふうには思いますけどね。だからなるべくこう崩れないように残しておいてあげようっていうふうに思うくらいかな。だからその逆に言うと、その本当なんかこう演出家ってこう出産みたいな感じなんですけど、お腹に大きくなってプレミエでこう子供が出てきたら、もうあとは一人で生きていく、この子は一人で生きていくんだろうって手を離すしかないみたいなこうその子をずっとこうキープすることはできなくて、演出家って残念なんですけど、それが違う。特にそのドイツの劇場のスタイルはそれが違うので、ただそこにそれがいいのか悪いのかっていうのは、実は自分の中ではクエスチョンマークではありますね。私がずっと修行してたフランスの太陽劇団っていうのは、演出家がずっといて、必ず毎回その自分の作品をずっと見て、毎朝必ずその日の公演のダメ出しを必ず俳優にするんですよ。それを60回目だろうが80回目だろうが必ずダメ出しをするんです。だから作品をいつ見に行っても絶対に崩れてないきちっとした形の作品をお客さんが見れるっていう状態になってるんですよね。それはその彼女の小屋であってでアリアン・ムシュキンっていうんですけど、その演出家が持ってる劇場であって、彼女が全部コントロールできるというそういうスタイルなんですけど、ドイツのこういうレパートリーシアターに関しては演出家が作品をずっと調整するっていうことはできないように、もう劇場がそういう仕組みになっちゃってるので、よく言われるのは、例えばポネルっていう素晴らしい演出家が昔いて、ウィーン国立歌劇場とかで例えば30年40年前にやった作品があって、それをいまだに上演されてるんですけど、結構それはこうごめんなさい面白くないとか全然ダメだっていう人もいるわけですよ。ただ今私たちが見てるのが、彼が実際に演出したのの何%それが正しく今もう動いているんだろうかっていうのは、いつも別な視点で考えなきゃいけないと私は思っていて、絶対に何かしら崩れたりとか変わったりとかしてるわけですよ。その30年の中でいろんな歌手が来て、で演出助手、その時主演の時いた演出助手がまたその次の演出助手にそれを渡してって言って、どんどんこうで、誰もその時演出家と一緒に仕事をしてないと、その残ってる書類とか、ビデオとか、それでなんとなくやっていくと絶対に崩れるので。でその崩れたものを見て、この演出家はダメだっていうふうに脱調するのはやっぱりちょっと残念だし、っていう意味で言うと、だからお客さんにとっては100% いいわけじゃないですよね。ただそのレパートリーシアターとしてはそういうふうにしないともうその機能していかないので、作品をどんどん作るためにやっぱりそういうふうに仕組みがなっていてっていうのはありますね。実はだから私はですね、自分のオペラカンパニーをドイツで持ちたいなと思っているんですけど、アメリカにはね、一つ小さなオペラ団体を持ってるんですけど、ドイツでも作りたいなというのは実はあります、イメージが。で、そういうふうにきちっとその仕組みを、そういういい作品を見せるための仕組みに変えたオペラ座を作りたいなっていう、すごい膨大な計画が。自分の中の大きな妄想が。箱を作るわけではなくて、演出、本当にそこ難しいテーマで、箱が本当はないと、その仕組みの一つとしては非常に箱が大事なので、箱が本当はなきゃダメなんですけど、すっごいお金かかるので、箱を作る、キープする、それをこう毎年ずっとこう1年間企画しずっと動くってためには、すごいこう人件費とか含めてすごくお金がかかるので、っていう感じですね。なるほどね。まずはだからこうその形を作って。そう、仕組みを作りたいっていうのはありますね。ただ、でもやっぱ仕組みを作るためには箱が必要で、やっぱ箱を作るためにはお金が必要で、で、お金を作るためには、そういう、ファンドレイザーみたいな人たちも必要でっていうふうになってくるんで。だから実際のその動いていかないと、それはできませんもんね。実際どういうふうなことをしている団体なのかとかっていうのもわからないでしょうし。オペラ団体という意味の他にってことですか？そうじゃなくて、例えばお金を出してもらうとかっていうふうなことがあったとしても、それが、ね、動いてないと誰も出してくれませんやんか。実際そうですね。その立ち上げの時にはそういう説明をして出してくださる人ももちろんいると思うし、でまたその後その動いてることに対しての寄付っていうのはもちろんあると思うんですけどね。その辺のその仕組みをね、うまく作りたいなと今、こんな膨大な計画も思ってますけど。あれですわ、逆に言えば僕らのやってる脳っていうのは650年前ですから、作った世阿弥。の頃にやってたものとは全然違うんだろうなというふうな感覚でやっております。結局だから作品を全く同じっていうのは絶対ありえなくて、一つの文章を読むその人を通して表現するっていうことで絶対変わっていくので、そこはね、しょうがないというか、そこがまあ面白さなんだろうと思うんですよね。うん、だからそれが、うん、今度5月に演出されるやつが、舞台があると。あ、はいはい、そう、それでそれはそう、私の、あ、それはね、その自分のオペラ団体を作るっていうのはまた別の話で、私はその劇場で、作品をね、任せてもらって演出をね、をさせていただくんですけど、演出家、ドイツの中での演出家デビューということになりますね。で、特に国公立の歌劇場で、まあ、きちんと正式にね、デビューができるので、本当に。てか、なんか、堤さんのやることって、大体、誰もやってないことですもんね。日本人男性では、もうドイツの中で、演出されている方が何人かいらっしゃるので、まあ、一番ということではないんですけど、ただやっぱりね、女性だから入っていきにくいというのはね、残念ながらやっぱりあって、あんまりそれを理由にしたくないんですけど、言い訳にしたくないんですけど、やっぱりあるんだなっていうのは、実は私はそれをウィーン国立歌劇場のすごい仲良かった上司から、実はそういうのも、そういうことだよっていうふうに教えてもらったりとかもしてて、そうだよね。っていうのは、演出家って一つのプロダクションでやっぱりね、結構小さくても、500万とか1億とかかかっちゃうんですよ、一つのオペラやるのに。で、やっぱそれが、やっぱり演出家の一筋でポシャっちゃう可能性がもちろんあるので、まあ、そう大きいものを頼むときに、やっぱりその、すごい深層心理で男性に任せた方が安心するっていう男性がやっぱり多い。要するに劇場支配人ってほとんど男性なので、やっぱ男性が任せるときに女性よりも男性の方が安心するっていうことが、多いんじゃないか、深層心理でね、っていうふうに、とかっていうふうに言われてたりとか。まあまあ、人数が少ないっていうのもありますけどね、女性がまだあんまりやってない。ただ、すごくね、いい傾向なのは、今すごく多様性がすごくこう認められてきて、ドイツもすごく多様性が認められてきてて、指揮者も昔は男性社会だったんですけど、最近はすごく女性の指揮者が多くなってきてて、はい、もうアジア人で指揮者として立つって結構難しかったんですけど、今もうね、日本の男性人の指揮者が結構もうドイツ中で今活躍してます。で、私びっくりしたのは、女性のアジア人の指揮者も今増えてきてるんですよ。しかも若い20代、30代の。女性人たちが韓国人とか中国人とかですね、指揮を結構大舞台でですね、オペラの指揮を振るように今なってきていて、でもうね、いや本当に世界変わったなと思ったし、ドイツに戻ってきてよかったなと思ったんですけど、この去年のね、そのコロナが終わって、その10月ぐらいからどこの劇場も普通回転が始まってから、そういうのをいっぱい今見に行ってるんですけど、皆さん堂々とお仕事されているのでね、いや、本当素晴らしいなと思って、まあ、指揮者会が今少しずつ動いているので、その次だと思うんですよね、演出家っていうのは。演出家の方が、もうちょっとそのオペラに関しては、そのプロダクションの、責任が重くなるので、っていうのは、その指揮者ってオーケストラと歌だけなんだけど、演出家のプランによって、衣装とか大道具とか照明とかも全部変わってきちゃう。その辺のその予算全部が演出家のためにみたいな感じがあるので、そういう意味ではちょっとその負担が、その予算的な負担が演出家の一言でいろいろ変わるっていう意味では、やっぱりその責任が重いので、そういう意味ではまだまだちょっと男性に任せる方が多くなる傾向なんですけど、ここをね、こう一踏ん張りして、アジア人女性としては頑張ってですね。ぜひ頑張ってください。はい。はい、はい、それちょっと楽しみですよね。はい、ありがとうございます。はい、で、はい、やっとですね、荷物が届いたということでですね。次回、またこの開封動画をしましょうか。あ、わかりました。じゃあ、なかなか荷物に到達しませんけれども、ではまた次回に。はい、失礼します。失礼します。